フェラーリ 308GTB GTS はイタリアの自動車メーカーフェラーリが1975年から1985年にかけて製造・販売したリアミッドシップエンジン後輪駆動のスポーツカーである1975年にフェラーリはパリサロンにて 308GTB を発表1973年のパリサロンにて先行して デビューしたニプラスにクーペディの 308GT4 をベースとしたニシーターのミッドシップ、スポーツカー。GTB の B はベルリネッタの意味。美しいラインを持つクーペボディのスタイリングはピニンファリーナによる。デザイナーはレオナルド・フィオラバンティで彼は個人的に今も308を所有していると雑誌のインタビューで答えている。ヘッドライトには 当時のスーパーカーの代名詞とも言える丸型二等式のリトラクタブルヘッドライトを採用。初期生産モデルはボディ材質に FRP を採用していた。これはイタリアのロードストライキにより当初予定していたスチール製ボディの生産が間に合わなくなったためである。パワーユニットは 2926cc の V8DOHC で、車名の308は、 この排気量約 3000cc8 気筒エンジンを搭載していることに由来している。デビュー当初の2バルブモデルは、ベーバー製キャブレターを搭載し、最高出力 255PS、7000rpm、最大トルク 30.0kgfm、5000rpm を発揮した。V8 エンジンを搭載しているとはいえ、大きな吸気音とハイトーンを奏でるエンジン及び、 排気システムなどにより、フェラーリミュージックは健在で、その豪快にして、感能的な音も、セールスポイントの一つであった。1977年のフランクフルトショーにて、デタッチャブルルーフの 308GTS が追加発表された。GTS の S はスパイダーを意味している。この GTS の追加に合わせて、ボディはスチール製に改められた。 1980年 2000cc 以上のガソリンエンジン車に対する税金が高いイタリアの国内仕様として、排気量 1991cc の 208GTB、208GTS が発売され、同様の税制のニュージーランドでも販売された。しかし 208GTB、208GTS は顧客からパワー不足を指摘され、 1982年に 208GTB がターボチャージャーを装着した 208GTB ターボに1983年には 208GTS が 208GTS ターボに置換された。生産年次により、後年式の208ターボは328の外装に準ずる。当時の日本も、いわゆる三ナンバー税制の最中で 2000cc 超えは、 高額課税ではあったが、正規輸入は行われなかった。ただし、極少数が並行輸入されている。308クアトロバルボーレ一方で、年々厳しくなる排気ガス規制に対応するため、1980年には燃料供給装置をキャブレター式からインジェクション式とした 308GTB、308G t に置き換えられ、翌百八十二年には、 エンジンヘッドを4バルブ化したモデル、クワトロバレボーレが追加された。1985年にフランクフルトモーターショーにて後継者の328が発表され、10年にわたる生産、販売を終了している。1977年のジュネーブモーターショーで公開された 308GTB スペシャーレのミレキオディは、308GTB が ベースのピニンファリーナが設計した空力のテストモデル。無塗装のアルミ製リベット止めオーバーフェンダー、チンスポイラー、リアスポイラー等とベルリネッタボクサーのインストルメントパネルが含まれ、そのスタイリングは1984年グループ B 規定マシンの 288GTO に反映された。308GTB は FIA のグループ4及びグループ B 車両規定の ホモロゲーションを受けており、1978年から1986年まで、世界ラリー選手権のグループ4及び、グループ B クラスに参加するべく、イタリア・ベネト州パドバのフェラーリのディーラー券、レースワークショップである、ミケロットによって開発され、少数が生産された。ミケロットは、組織的にフェラーリから独立していたが、308。 GTB ベースの車両とより過激な仕様の 308GT-M がフェラーリのエンジニアと協力して開発され、これらは1970年代後半から1980年代半ばにかけてある程度の成功を収めたが、グループ B クラスの廃止により1986年に終了した。308GTB グレーン4フェラーリ博物館にて、 ミケロットは1978年にグループ4使用 308GTB ラリーカーの製造を開始。1980年にはパドバを拠点とするラリードライバーのニコグロソーリニグレーン4308を提供した。当時のフィアットグループの世界ラリー選手権への公式参加メーカーはランチアだがフェラーリもフィアットグループのメンバーであり、ブランド間の競争活動を 表向きは調整していたが、グロソウリはミケロットにスポンサーフィーを提供したことで、フェラーリの工場から公式の支援を得ることができた。フェラーリはミケロットに元の3 0 8 g t b シャーシとエンジンを提供し、ミケロットはメンテナンスが容易になるように設計を変更されたエンジンベイを含む鉄とチタンで作られた軽量のパイプフレームロールケージのシャーシセクションを設置し、 高圧縮ピストン、改良バルブ、カム、ベアリング、およびスパークプラグを使用する一気筒あたりに、バルブエンジンを装備した。ウェーバーキャブレター、または、ボッシュ系ジェトラーニックの代わりに、ボッシュクジェルフィッシャー機械式燃料噴射装置が、使用された。308ロードカーに見られる、インジェクションシステム。車体全部にオイルクーラーを2機増設。ミケロットによる、修正の後、 このエンジンは約288から330ビット HP を発生させた。クロスレシオトランスミッションシンクロメッシュは加速を向上させるために適合させた。サスペンションは調整可能な子にショックアブソーバーを備えた標準の308コンポーネントが使用され、ラリーステージの様々な路面に合わせて308ストラダーレよりも高い車高でセットアップされた。ブレーキは 標準の308装備にブレーキバランスコントローラーが追加されていた。車体は FRP とケブラーで構成され、オーバーフェンダーとカンパニオーロのワイドホイールが装着され、ナイトステージ用には大きなライトポッドが装備され、モーター駆動のリトラクタブルライトは手動のメカニズムに置き換えられた。重量を減らすために打ち張りはなく、スパルコの FRP フルバケットシートが取り付けられた。 グレーン4主要の308ラリーカーは合計11台制作された。グループ4308は1978年から1983年までラリーに参加し、1978年から1979年にかけてラファエレル・レッピントやロベルト・リビエロによって何回かエントリーし、1979年のラリー・ディモンツァでは、 ラファエレレレピントのドライブで優勝した。1980年後半には、コスタスメラルダ、ラリー、ラリーイルチオッコ、ラリーディピアンカバンドタルガフロリオラリーなどのラリーでニコグロゾリによってドライブされた。フランス人ドライバーのジャンクロード・アンドリューは、タルガフローリオで308が競っているのを目撃し、1981年にパリのフェラーリディーラー、 シャルル・ポッチチームにグレーン4308を走らせるよう進言し、4台のグレーン4308がミケロットによってポッチのために製造された。ポッチチームは世界ラリー選手権のすべてのイベントに参加しようとしたわけではなかったが、参加したターマックとグラベルのラリーでは成功した。ポッチチームは競争力があると想定していなかったため、 林道や雪を含むイベントには参加を見送った。1981年、ジャンクロード・アンドリューとコドライバーのシャンタル・ブシェタルとミケーレ・ビシュプッティは、パルガ・フローリオ、ラリー、ラリーン・リージョン、24オーレレ・デイ・ペル、ツール・ド・フランスで優勝した。彼らは一時的にリードを保ったが、ツール・ド・コルス、ラリー・コスタ・ブラバ、フンス・リュック・ラリー、そしてラリビー・ニョ・ダ・マデーラ。 二代目のポッチのグレーン4308は、外車水油と小ドライバーのベルナデット車水油がドライブ、したが、勝利は得られなかったものの、数回2位になった。1982年もポッチチームは308で、走り、ツールドコルスで、アンドリュー、ミッシェルエスピノジプチが2位で、フィニッシュ、ツールドフランスでは、パイオニアカラーのマシンで、再び優勝を収めた。また、グレーン、 4308をドライブする、イタリア人のドニノ・トグナーナとマッシモデ・アントーニからなる、独立チームが、ラリー・イル・チョッコとラリー・ディ・ピアン・カバロで優勝し、コッリーネ・デ・ロマーニャでは2位になった。1983年には、パニックというペンネームのインディペンデントドライバーがツール・ド・フランスとツール・ド・コルスで元ポッチのグレーン、4308で、出場、ヒワークス・エントリーでどちらも、 上位でフィニッシュした。308GTB グレーン B レトロモービル2017にて1982年にグレーン B ルールが導入され、ミケロットは同クラスに参戦するため 308GTB グレーン B ラリーカーの製造を開始した。最初の 308GTB グレーン B はスペインのラリードライバー、アントニオ・ザニーニの依頼で4台製造され、 エンジンとボディワークの詳細は以前のグレーン4車両とは異なり、最初のシャシーナンバーワン8869はグレーン4車と同様に2バルブエンジンで構成され、その後の3台は4バルブ、シリンダーエンジンと308のボッシュ系ジェトロニック燃料噴射を使用した。クワトロバルボーエンジンはミケロットによりチューニングされ、 8000rpm で310馬力を発生させた。グレーン B 車には競技中やテスト中にファイナルドライブレシオを素早く交換できるクイックチェンジギアボックスも装備された。ブレンボカノニカによってブレーキ、車輪をより強力なアンチロールバーはローズジョイントサスペンションリンク、軽量サスペンションウィッシュボーンを呼びクイックステアリングラックを装備していた。 コモロゲーションルールでは、グレーン B の車は、ストラダーレと同じボディパネルを使用する必要があったため、鉄と FRP のボディパネルが装備されている。このため、グレーン4車両よりも 30kg 重量が増加した。1982年10月、1983年1月、1983年4月の3回に分けて、 グループ B 規則に基づいて公認され、ミケロットはエンジン部品、軽量ウィンドウ、ボディなど、フェラーリ製の追加公認パーツをグレーン、ビーカーに組み込むことができた。1983年、シャシーナンバーワン8869は、インペリアラリーやシチリアラリーチャンピオンシップを含むいくつかのラリーで優勝した。1985年、 アントニオ・ザ・ニーニはこの車をタルがフローリオで3位でフィニッシュさせ、その後いくつか勝利を収め、スペインラリー選手権での勝利につながった。1984年のラリーデ・ララナでは、ルイジ・ラッキー・バティストリとクラウディオベロがシャシーナンバーワン8847を2位でフィニッシュさせ、1984年には同じ車両がラリー・ディモンツァで、 夜ン・ワルデガルドと小ドライバーのビルスタム・クレスによって3位フィニッシュした。ありがとうございます。